中世末から近世にかけての京都の風景を一望のもとに描いた洛中洛外図。ここには太平の世を謳歌し楽しむ京の人々の生活や風俗など花の都であった京都のありさまを覗き見ることができます。日本の伝統工芸の中心である京都、長い歴史の中で培われた伝統の手仕事の技は今も京都の街中に息づいています。京都に2軒しか残っていない冠烏帽子作り、山岡実さんの家の創業は今からおよそ400年前の天正10年、山岡さんは16代目にあたります。17代目を継ぐ娘婿の柿本実さん、コンピューターの仕事を辞めてこの道に入りました。今は京都で全国のすべての冠烏帽子が賄われているのです。洛中洛外図には当時のさまざまな職種の職人たちの姿が描かれています。のれんをかけて軒を連ねて商売する職人たち、この時代の京都は商品経済が目覚ましく発達し、さまざまな道具が工夫され、工芸の技は洗練され飛躍的に向上しました。扇は当時の人々の必需品であり、また京のお土産品でもありました。直径が15センチほどの絵代わり蒔絵皿、黒の漆塗りに金の蒔絵の技法は当時の京の職人の技の高さを示しています。手紙を入れてやり取りに使った秋草蒔絵文箱、蒔絵は桃山時代の代表的な様式である高台寺蒔絵です。日本人の最も好んだ秋草の衣装が伸びやかな線で表現されています。蒔絵の技は今も京都に伝わっています。現代の蒔絵師山下義夫さん、すべてに最高を目指してきた京の手仕事は今も伝統工芸として京の町に脈々と受け継がれているのです。